適当に狩猟割り振ってた奴らが帰ってきましたね。このゲーム、ひたすら長期狩猟させておけば。時間さえかければ、いい武将いなくても、それなりの家臣団にはなります。まあ、いい武将を家臣にするのが手っ取り早いので、そっちの方がいいですけどね、わら。徳川の城はあと3つですね。尾張の城で、もともと北条家が織田から取ってましたが、織田とやり合ってる間に徳川に落とされてましたねわら。北条家弱いわら。残る徳川の城ですが、兵士は多分そんなにたくさん、いないと思いますので、なんとかなるんじゃないですかね。伊賀衆も吉氏さんと真正面からやり合ってボコボコにされ、兵力がかなり減っているはずなので敵援軍も怖くないです。まあ一応、確実に勝つために援軍は頼みます。前回、推し城に援軍を頼んだら距離的な問題で、援軍到着が間に合ってなかったので、今回は近くの城。上杉家の安土城に援軍を頼みます。ここなら近いので、間違いなく最初から援軍が参戦。他勢力に援軍を頼む時の相場がよくわからないですねわら。だいたいいつも5000から1万払えば断られないだろうと思って、適当に支払ってますわら。あと、謝礼なしで援軍頼むと受けてくれても、微妙にその勢力との関係が悪化するっぽいので、謝礼はちゃんとしておきましょうって話ですね。やっぱり世の中、誠意は金。いつも、敵援軍来ると野戦になってめんどくせえと思って、敵援軍到着直前に降伏勧告するんですが、大体拒否されますねー。援軍が来るっていう希望があるのかな。まあ、あとは援軍来るまでに、本丸まで攻め込めてるってことはあまりないので、戦況が圧倒的有利と言えないのもありますかね。もう伊賀衆なんざ怖かねえ。清洲城をサクッと降伏させましょう。本丸まで攻め込んで戦況ゲージが7から8割くらい青なら、降伏勧告が拒否されることはあまりないです、あまり。もちろん交渉する武将の弁舌など交渉関連の能力は影響するので、できるだけ交渉に向いてる人材を送りましょう。戦況ゲージがほぼ青一色なら、納金が交渉役でも問題ないですけどねわら。最近、いつも真田親子がワンツーフィニッシュな気がする。兵力は余裕なので連戦していきましょ、連戦。この遠征で徳川家を完全に滅ぼす。大名の居城は最後にしたいので先に小牧山城へ。他に城があるのに大名の居城を先に攻めると、降伏勧告できないですからねー。また忍者ですねー、しつこいぞ。もう兵力ないんだから里でおとなしくしてればいいのに。多分、これ兵力差的に来ただけで帰るパターンのやつですよ。来ただけで帰るのに、わざわざ敵援軍来て野戦になる、という部分はこのゲームの不満点の一つですね。だって、いちいち面倒くさいんだもんわら、完全に時間の無駄ですよわら。さーて、伊賀衆のしょうもないちょっかいも終わったので、小牧山城も降伏させます。このゲームは間違いなく降伏ゲーですね。だって、城を攻め落とした時のメリットが何もないですもん。降伏させた方が効率良いし、城主から大名の居城なら家臣が丸々手に入るし。攻め落とした時はやられた側が崩壊していくから、防御度とか治安が下がるというデメリットしかないし。1位2位はやっぱり安定の真田。まあ片方は交渉役で選んでるので、軍功多いのは当たり前なんですがわら。それでは、徳川家とのラストバトルじゃあ。徳川家は、今ここで終わらせる。ま、た、に、ん、じゃ、か。キッチンの頑固な油汚れのようにしつこいな、こいつら。来なくていいんだよ。信長が伊賀を攻めた気持ちが今ならわかりそうだぜ。どうせまた、このまま帰るんでしょ、知ってる。マップ端だと退却コマンドが出るので、たまに待機と間違えそうになりますわら。いつも、反射みたいに考えずに待機コマンド選んでるのでわら。
横槍は入りましたが、徳川家との最終決戦、再開。間違えた間違えた、武将がいない城だといつも一番上が降伏勧告なので、武将がいる城だと流れで上昇切腹を選んでしまうわら。家康のくせに、吉氏さんの慈悲を断るとは、もう一回降伏のチャンスをやろう。よし、これで徳川家攻略完了。徳川家の家臣団もまるっと全部いただきストリート。これで吉氏さんは終わり、三河、遠江の三国を領有する、大名クラスの実力者。へっへっへ、もう北条なんざ怖かね。げふんげふん。吉氏さんは軍学も極めてしまいました。これは軍心も遠くないかな。実質、徳川を九州合併したので、気分よくお家に帰ります。それでは今回はここまで、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で応援よろしくお願いします。